るみあかねです。はるみショールームという会社で PR ディレクターをしています。今日は私のカバンの中身をご紹介します。こちらがメゾンレクシアのバッグなんですが、当社でお取り扱いをしているブランドのバッグで、日本初のメゾンバッグを目指すブランドなんですけれども、強みとしているのがフルオーダーができたりパーソナルオーダーができるっていうのが強みにしていて、ならば私も作ってみようということで、フルオーダーをして作ったバッグです。ショルダーの部分をこう、うち息子がいるんですけど、息子の保育園に行った時の七夕のお飾りからここを取ってやってもらったりとか、ここにベルトループも通してもらって斜め掛けにもできますし、同じ色のベルトも作ってもらったので、それをこれを外してベルトをここに通してウエストバッグとかこう斜め掛けにして使えるように、そういろいろできるこだわりのバッグを作ってもらいました。カスタム前ってどの状態になるの？カスタム前は本当にもうゼロです。この元となるものはこのブランドでは出してなくて、なのでこのぐらいの大きさ、私がお仕事で使う携帯、ペン、鍵、名刺入れが入る小さめのバッグっていうことで、荷物を並べてその大きさで作ってもらって、ステッチの色とか革の色とか、ちょっと後ろ側はパープル、ラベンダーの色にしてるんですけど、ラベンダーとこの朱赤は私すごい好きなんですけど、そのコンビにしてもらったりとか、いろんなパターンをこう組み合わせてオリジナルのものを作りました。完全フルオーダーです。世界に一つだけです。すごいそう、すっごい気に入ってます。どうしても既製品、だけを売るブランドってたくさんあると思うんですけど、やっぱりここは日本に工場もあるので、ちゃんとこうオーダーもお客様とやり取りしながら、そんなに時間をかけずに、だけどしっかり職人が作り上げるっていう日本の手仕事を大事にしたブランドです。そのデザインとか工程とかにもよるんですけど、大体1ヶ月半から、あとはまあ一回この革で作る前にフェルトみたいな生地でプロトタイプっていうサンプルを作るんですけど、それが出来上がってからそこでじゃあ脱臭性を入れるってなると、もうちょっと時間がかかっていって、これはどれぐらいだったか、3ヶ月ぐらいこれはかけて練りに練って作りました。輪っかのデザインとかも、はい、あれですよね、なんかこう特にこういうベースのデザインとかがあるわけではなくて、なんかなんていうんですかね、オーダー次第という。そうです、オーダー次第です。これももともとこのブランドでは作っていなくて、私がこう最初にデザイナーさんと打ち合わせをしてる時に、こういう七夕の折り紙の飾りあるじゃないですかっていう話をして、で最初のやっぱりサンプルは交互にちょっとこう太さが変わってたりしたんですけど、なんかそれじゃないんだよなってなって、やっぱりこの折り紙で誕生日会とか七夕の時の飾りに作った感じに近くしてくださいって言って、この形を作ってもらいました。でもここ輪っかにしたんで、そのここのベルトループっていうんですかね、これをつける場所によってこう短くもできるし、その長さ調節もできるようになったんで、すごいこれにしてよかったです。売りたいですね。一応なんかそう、あかねっていうモデル名は作ってもらいました。すごい大変だったみたいなんで、はい、ステッチの色も選べるので、ステッチどうしますかって言われたりしたんですけど、ではステッチの色はもうオレンジ、ボディの色と同じにして、まあ、裏にオレンジが入っても可愛いかなっていうことで、このラベンダーとシュワカのコンビでステッチもやってもらいました。中にもですね、仕事がしやすいように間に仕切りを入れてもらっていて、ここでこう名刺はこっち、携帯はこっちって、こうパッと仕事中にも作業しやすく仕切りを一つ入れてもらいました。そのバッグと同じブランドのメゾンレクシアの名刺入れなんですけど、これは、フルオーダーじゃなくてカスタムオーダーといって、革の色とか中の仕様だけを変えてオーダーしたものです。
こういう仕様だけ変えるだけであれば既製品のものと価格は変わらずに作れます。でうちの名刺ちょっと分厚めなのでマチを両方につけてもらって、で内側だけ大好きな手話感を入れてもらってスムースレザーにして、でここに刻印を入れてもらったんですけど、これが自分の息子の生まれた日付と時間と重さを書いてもらって忘れないようにしようと思ってここ刻印を入れてもらいました。これもすごく気に入ってます。スマホはもう絶対仕事ですごく使うので必ず肌から離れない このバッグに入れていつもお仕事してます。スマホです。後ろはカードスタンドにもなるカードホルダーになっていて、大事なカード全部入って現金も少し入れています。もうこれだけあれば、最近はもうこれだけをとりあえず肌につけてちょっとした買い物とかはスマホだけあればできるようにしてます。モフトっていうこうマグネット式になっていて、もうスマホにペタッとくっつけられるものでケースではないんですけど、まあ、スタンドになるので便利、はい、すごい便利です。ペン、ボールペンです。ボールペンはお仕事で絶対に必要なので入れてるんですけど、今日ちょっと可愛いサメのボールペンにしてるんですけど、三色ペンとかもいつも入ってます水族館で息子と一緒に水族館行った時に息子が買ったんですけど、すぐ飽きるんで買ったら満足するタイプなんで私がもらいましたではリップクリームなんですけど、私すごい唇が乾燥するのでリップクリームはもう各カバンに入れていて、なので本当にいっぱい持ってるんですけど、特にお気に入りのアンジュルムというハロープロジェクトのアイドルグループのメンバーの佐々木理香子ちゃんというこのシールをここにすごいぴったりだったんで貼って毎日使ってます。シールなんですね。シールなんです。そう違うんですもうこのお薬ケースなんか塗り薬とかを入れるケースにバセリンを入れ替えてそこにシールを貼りました。大好きなんですランジュルのハロープロジェクトが大好きです。もう一ついつも持ち歩いているのがこちらのナイロンバッグで、これも当社で取り扱っているホリデイというブランドのバッグなんですけれども、軽くて荷物がない日はもうちっちゃくくるくるって畳んで持ち歩けるし、今日は結構荷物が多い日なんですけど、そういう時も何でも割と入るので、この子はいつもスタメンで、さっきのメゾンレクシアのバッグとこれはセットで、色も合わせも可愛いし一緒に使ってます。これもうちで取り扱ってるメゾンドリリスという帽子のブランドの帽子なんですけど、私こう自転車で事務所まで片道1時間かけて自転車で通勤してるんですけど、この通勤に欠かせない日よけの帽子です。で自転車乗ってるとこう風で帽子が飛んでいっちゃうので、こう紐を顎のところで結んだりもしてたんですけど、ちょっとこう結んだり外したりっていうのがめんどくさくなってきた時に、このミュラーオブ吉奥坊っていうところが出してるマスクコードなんですけど、マスクにつけるコードを帽子の紐の根元につけて、帽子用のなんていうんですか、紐に通して使ってます。ちょっと風強いなとか坂道下る時とかをこれでキュッとして帽子が飛ばないようにキュッとして走ってます。メガネです。メガネは目悪くないんですけど、一つはサングラスで一つは縦メガネなんですけど、これもメガネ業界では珍しく女性がデザインしてるメガネのブランドで、ちょっとこっちはサングラスなんですけど、少し
雲というかお花みたいなデザインのサングラスは結構女性ならではのデザインかなと思います。ちょっと個性を出せる。またサングラスとか私メガネとかちょっと似合わないタイプの顔なんですけど、メガネ&ミーのメガネとかサングラスは割と似合うものがあるので、メガネ苦手だなっていう方もおすすめのブランドです。でもう一つのこっちのメガネは本当にクリアのメガネなんですけど、これは、私がパソコン作業するときによくかけていて、やっぱり結構やっぱスマホとかパソコンに向かうことが多くなって目が悪くなってるなっていう風に感じることが多いので、少しでもブルーライトをカットできるように買ったメガネで、あと花粉症だっていうのもあるんですけど、それでメガネを使ってます。これも結構誰でも似合う、友達のスタイリストさんも買ってたりしました。ブルーライトカットのレンズに変えられるサービスもしていて、まだ私ちょっと時間がなくてできないんですけど変えるつもりです。家の鍵です。鍵、今まではあと鍵だけをこういう感じで何のチャームもなく使ってたんですけど、この前このホリデーバッグのブランドの PR の子と会った時にこれくれまして、ゆで卵のキーホルダーをもらって、私ゆで卵大好きなんですけどうまくゆでられないっていうので有名でなのでネタとしてくれたんで鍵につけてます。さっきスマホだけで出かけたりするって言ってたんですけど、やっぱり結構小銭を使う機会も多くて、自動販売機で飲み物を買う時にタッチで買えなかったりする時用に小銭やっぱ必要だなってなって Amazon で買った小銭入れ、皆さんの小銭入れです。今日は撮影をしていただくっていうことだったので、リップとかコスメ系をちょっといくつか持ってきていて、これはこの袋はミュラーオブ吉尾久保っていうお洋服ブランドの水着を買った時の水着が入ってた袋なんですけど、中も見えてなんか小さくなるしいいなと思ってこれをリップ入れ、あと髪の毛のワックスを入れて持ち運んでます。今日つけてるリップがこのネイミングっていうブランドのリップなんですけど、結構発色が良くてすごくなんかなリップ、やっぱり赤が好きみたいでなんか気に入ってます。結構その日によって割とダークめな色も好きで、これは NIMC コスメキッチンで買ったリップです。大体こういうボルドー系かさっきの赤い系のリップが使うことが多いです。ネーミングの方は結構サラッとしてる感じがします。で、MIMC はもう MIMC の方がもうちょっとこうしっかり乗る感じですかね。こちらにバッグの中にさらにバッグなんですけど、これもホリデーのトートバッグ、ミニミニサイズのトートで、これもなんかこの中にとりあえず物を入れて移動したりとかもするんですけど、結構バッグの中で荷物が迷子になったりするので間仕切りバッグみたいな感じで使ってます。このちっちゃいタイプも売られている？売ってます。はい、今はないんですけど、こういつもポップアップショップをホリデーは年に何回か開催してて、その時に必ず色とか柄とかデザインを変えて出してるので、今年もこういう感じのものは出るんじゃないかなと思います。なかなかそのサイズ感売ってないですね。ないんですよね。そう、もうちょっと大きいのしか、 A4 だったりとか大きいのしかないので、割とこのぐらいのってすごく使えます。コスメポーチが入ってます。
あんまり私お化粧気がないんですけど、本当にアイブロウとリップと、あの日焼け止めと、あ、なんかハサミとかいろいろこう、まあこれだ、これとリップの、あのこのセットがあれば、とりあえず私の顔が完成するものです。これマリネッコのがまぐちです。これはその、ああのさっきご紹介した名刺入れとバッグのブランドが、実はメゾンレクシアって、あのビューティーがビューティーから始まったブランドで、そうなんです。そこがあの作っている化粧下地デイクリームが好きで、こっちの白いシリーズはアルケミーっていうシリーズなんですけど、あのこれからの季節にちょっとさっぱりとした使用感ですごく気に入ってます。あとは結構今マスクで過ごすことが多いので、眉毛の眉毛系アイブロウ系はいっぱい持ち歩いてるんですけど、このアディクションの筆ブラシかで、こう眉毛にパウダーをのせて、その後にラカの眉マス、透明眉マスカラで形を整える感じです。結構私眉毛の毛が長めなので、こう落ちてきちゃうというか、着替えたりとかなんか激しく働いてると眉毛がなんか揺らぎがちなので、これで固めています。アイムミックスのアイシャドウを持ってきました。これは高橋愛ちゃん、元モーニング娘。のリーダーだった高橋愛ちゃんが手掛けてるブランドで、紙パッケージなの、軽くて色も可愛い、すごく。あんまりアイシャドウしないんですけど、しないし、こう買ったこともそんなにないんですけど、これはもう可愛すぎて2色買いしました。あ、本当だ。なんか中も。そうなんで、あ、そうなんです。そう、このレンジとかすごい気に入ってて、こっちの濃いめの色が私は好きです。はい、アイシャドウ。あんまりアイメイクしてこなかったんですけど、アイシャドウするだけで印象が変わるので気に入ってます。高橋愛さんもそうですね、ハロープロ。そうなんです、高橋愛さんはハロープロの、はい、もうエースですね。はい、今私高橋愛ちゃんとビームスの PR の藤井さんと3人でダンスユニットを組んでいて、はい、愛ちゃん仲間です。アイちゃん、モーニング娘。はオーディションから見てましたし、高橋愛ちゃんもオーディションで入ってきて、合宿を経て合格してデビューするまでずっと追いかけてたので、ずっと好きです。ご機嫌ずっていうご機嫌なダンスユニットを組んでます。高橋愛ちゃんの YouTube に踊ってみた動画が何本か上がってるので、お札とか、カードとかを入れたお財布なんですけど、ガマ口は私好きで、さっき のメイクポーチもそうなんですけど、ガバッと開けてこう中が見えるのが好きで、これはなんかインスタ広告で出てきたペットの顔写真をこう丸くドット柄にして、オリジナルのレザーグッズが作れるよっていうものなんですけど、問い合わせをして人間の顔でも作れますかって聞いたら、著作権ない画像であれば大丈夫ですよってことだったって、愛する息子の赤ちゃんの時の顔写真をデザインしてもらいました。金運が上がるだろう黄色にしたんですけど、中は赤が好きだから赤にしちゃって、赤ってあんまり青赤字とかですよね、良くないかなと思いながら、まあ可愛いんで気に入ってます。これは、マユっていうジュエリーブランドのガマ口で、友達の PR がプレゼントしてくれたんですけど、そのマユとスタイリストの古田千秋ちゃんっていう子がコラボして作ったガマ口で、アクセサリーケースなんですけど、私はイヤホンを入れています。本当だ、ぴったりです。そうなんです。そう、なんか謎の私のイヤホンのこだわりは有線というところなんですけど、なぜかというと、ワイヤレスだとアイドルの動画とかを見てるときに音と画像
の動きがずれるので、それが全然楽しめないということで優先派です。この辺が海外 の、 ミントとかが入ってるカンカンなんですけど、それにヘアゴムとヘアピンを入れていて、こっちのちっちゃい方はゴムが入っていて、そのキーホーにはピンとか、まあ、ピンですね、ピンを入れています。最近ちょっとこの辺に短めの姫カットみたいな髪が短いのがあるんですけど、下ろしてる時にこう作業中邪魔だったりするのをきっと止めるためにこうワニクリップ、すっごいちっちゃめ、結構ヘアピン可愛いものいっぱい好きで、これはキベさん、ヘアメイクのキベさんがコラボしてるヘアクリップと、100均なんですけど、これは高橋愛ちゃんがモデルをしてたパッケージのヘアピンです。あとはまあエコバッグですね。家に帰る前、スーパーに寄った時に食材とかを入れる割と大きめのレジ袋エコバッグです。ポンポンケークスっていう鎌倉にあるケーキ屋さんが出してるエコバッグなんです。こっちかエコバッグなんですけど、なんかすごいこのしっとりしてて小さくなるし、いっぱい物も入るので、スーパーで買ったものはこれに入れます。これもまたエコバッグなんですけど、これはおむすびって書いてあって、このおむすび食堂っていうケータリングをされてる直美さんっていう方がいらっしゃって、直美さんがすごいお料理も美味しいんですけど、トートバッグ作ったって言ってたので使ってます。使いやすいです。今日ネイルをね、この収録のためにネイルをしてもらってきて、ディスコっていう渋谷にあるネイルサロンなんですけど、ここでいつもネイルをしてもらっていて、ディスコの渚さんが私のそのダンスをすごい楽しんでくれていて、いつもネイルしてもらった後に、まあ、お返しという気持ちを込めて一曲踊ってくるんですけど今日も踊ってきたので、その踊るための衣装を出てきましたすごい今日はモーニング娘。のラブマシーンを踊ってきたので、ちょっとキラキラの、自分の会社で春美ショールームっていう会社を2014年に立ち上げたんですけれども、そちらで PR としてブランドさん、お洋服ブランドさんのサンプルをお預かりして、そちらをこうブランドが持っていきたい方向だとか売りたい先にめがけて露出を取っていくという仕事をしています。2014年の1月にスタートして個人事業主でまずやっていって、その同じ年の年末に法人化をして会社にしました。どういうブランドさんを取り扱われているんですか？そのブランドは私が今身につけてるもの結構多いんですけど、この洋服はアキラナカっていうお洋服ブランドだったりとか、あとはオーっていう、こうジュエリーのブランドとか、ホリデーバッグ、ナイロンバッグを持ってるんですけど、ホリデーとか帽子のメゾンドリリスか、メゾンレクシアっていうバッグのブランドとかやってます。独立されて会社立ち上げてってことだと思うんですけど、もともとはどういうお仕事をされて？もともとは大学卒業してから音楽系のファッション雑誌、ブラックカルチャーの音楽を扱うファッション雑誌の編集アシスタントとして新卒で編集部に入社しました。私学生の時にイギリスに留学をしていたんですけど、英語が好きでファッションが好きな理由と似てるんですけど、こう英語を喋ってる時とか好きな服に着替えた時ってすごい強くなれるっていうか、が
今までの自分じゃなくなれる、変身できる感じがすごく好き で、 でもうちょっと英語とかお洋服に近い仕事がしたいなっていうふうに思って、次の会社では海外のお洋服を日本に輸入してディストリビューション、卸販売をする会社に入ったんですけど、そこでは、セールスのアシスタントとか社長のサポートとかをしていて、その中でこう PR のポジションが空きが出たっていうことで、私も PR 興味があったこともあり、そこから PR という仕事をやらせてもらって、でその会社で結婚をして、結婚期に退職をして、一時期専業主婦をやったんですけど、まあ向いてなくて、やっぱりもう一回働きたいってなって、もう一回 PR で仕事を探したんですけど、あの時結構アパレル氷河期というか、採用が全然なくって、できること、社会復帰からっていうことで、IT 企業、一部上場企業の IT 系企業の社長秘書、社長とか役員の秘書業務と人事とかを経験して、すごくいい会社で楽しかったし、人も良かったんですけど、そういう関係に戻りたいなっていう気持ちが強くなって、で最後の転職先になる会社も、海外のブランドを日本に輸入して卸をする会社だったんですけれども、そこの、PR として採用されて、その後独立しました。もちろん山あり谷あり谷あり谷ありなんですけど、でもやっぱりそれってこう全部自分が決めて自分が責任を取ることで、すごくやりがいがあるし、やっぱりこうクライアントが喜んでくれることが全部が私が、私がしたっていうとおこがましいですけど、私がこう手伝えたことなので、もちろん私たちの仕事ってこうクライアントがないと成り立たないので、もちろんもうブランドがいいから掲載が取れるとかいい結果が出るんですけど、それのお手伝いができて喜んでもらえるっていう顔を見れるのがやっぱりすごく楽しいですね。ブランドさんがこうどうなりたいか、どういうお店に入りたいとか、どういう人に来てもらいたいっていうのをヒアリングして、じゃあこの人に来てもらいましょうとか、でその方の、芸能関係の方であれば芸能事務所に連絡をしたり、載せたい媒体にプレスリリースを作って配信したりとか、そうですね、そのお手伝いを、道筋を作ってあげるお手伝いをしていて、やっぱり狙った露出が取れないことの方がむしろ多いかもしれないし、 PR ってやっぱりお金をかけずに露出を取っていくので、本当にブランドの力と PR が動いた分だけで、結果は確約できないものなんですけど、でもやっぱりその中でもこう狙った通りの露出が取れたりとか、その露出によって売れたよとか、すごく反響があったっていう声をもらえると、ものすごく嬉しいし、こう企業で雇われて PR をしてた時は露出を取るがゴールだったんですけど、やっぱり今って露出、自分でやってると露出を取っただけだと、イメージがいいイメージが取れただけなんですけど、それが売れないとやっぱり意味がなくて、売れるまで持っていくところを見れるっていうのが、やっぱり独立してブランドさんとかデザイナーさんと近く接していけている良さかなとも思ってます。特にもうここ最近はもうもちろんイメージはずっと大事なんですけど、売れるかどうか、反響が取れるかどうかっていうところをすごく見られているなって感じますし、やっぱり私たちも売れないとブランドも続かないので、そのためにじゃあ何をしようかっていうのを考えるようになりました。そう、サンプルをお預かりして、発売前、また店頭に並ぶ前のサンプルをお預かりして、紙の雑誌だったらだいたい1ヶ月半から2ヶ月前ぐらいに企画が動き出すので、
どんな企画で動いてますかってヒアリングをしたり、まあ、今はもう8年やってるのでお客さんの流れができているので、こういう企画で貸してくださいってお声掛けをいただくことが多いんですけど、それに合わせて、じゃあこの企画だったらこのブランドを出そうとか、この媒体にはこのブランドが出したいとか、納期を考えてこの発売日だからこれを出そうっていうのをこう日々組み立てながら露出を取っていきます。私たちアタッシェドプレスとか PR のショールームっていうのがある意味はやっぱりこうそのデザイナーさんとかブランドさんが 単独ワンブランドだけで貸し出しをしようとするよりも、ショールームでいろんなブランドが一箇所で見れる場所とどっちにじゃあスタイリストさんは行きたいかっていうのは、やっぱりショールームで一気にいろんなブランドが見れる方がスタイリストさんも探しているものが見つかりやすいし、あそこに行けば何かあるなっていうふうに思ってもらえる場所になっていることで、毎月100件以上のアポイントをいただいて、その中で100人以上の方にこう 見ていただける機会が持てるっていうのは、やっぱりワンブランドだけ、そのブランドだけをめがけて行かれる方以外にも見てもらえるっていう、そこが一番のメリットかなと思っているのと、やっぱりこう日々の貸し出しの流れ、スタイリストさんとか編集さんが物を集める時のルート内にうちのショールームは位置しているので、まあ、立地とかもありますし、やっぱりあとは、PR としてこれまでの経験とかコネクションを持っているショールームにプロに預けられるっていうのは、まあ、一人自分の会社に PR を入れるないし、自分でやるとしてもやっぱり限界があるだろうし、育てなきゃいけないとか、ね、人件費がとかってなってくるよりは、まあ、プロの PR を抱えているショールームに頼む方が早いしいいんじゃないかなと思います。たくさんの人に見ていただけるチャンスが増えると思います。確かにそうですよね。なんかこう一個ね、なんか見に行くって、なんかスタイリストさん側の立場だったら、なんかこう一つの場所を行くんだったら、なんかいろんなブランドさんがこう一気に見れてる方が絶対効率もいいし、そうなんですよね。もう時間がないってなった時にこう後回しにやっぱりされない方がいいので、そこはショールームに入るメリットかなと思います。ダンスユニットはなんかどういうきっかけでできた？きっかけは今のゴキゲンズっていうダンスユニットと、まあ後で話しするワンスっていうダンスユニット2つに所属してるんですけど、ゴキゲンズの方は、まあ、私がハロープロジェクトを好きっていうのと、もうビームスの PR の藤井さんもハロープロジェクトが好きっていうのを、藤井さんのビームスがある媒体と組んでダンスコンテストをしていて、その情報を私はその媒体のインスタを見て知ったんですけど、そこに応募しようと思っておしゃれして踊ろうっていう企画だったんですけど、私もアパレル業界でやってるので衣装もちゃんと色合いとか PV に似せた色合いだけどおしゃれで可愛い衣装でダンスを撮って応募したのがきっかけで、私それまで一人で家で夜な夜な踊ってただけなんですけど、藤井さんが一緒に踊ろうって言ってくれて、藤井さんもダンスもともとすごく上手でやってるんですけど、モーニング娘。を踊りたかったみたい でハロプロ好きの私とじゃあ一緒にやろうってなった時に、藤井さんが高橋愛ちゃんともつながっていて、私も愛ちゃん何回か衣装を貸し出ししたりとか展示会来てもらったりとかしてつながってたんですけど、藤井さんが愛ちゃんも呼ぼうかって言ってくれて、そしたら愛ちゃんがじゃあ YouTube 撮らせてって言ってくれて、でそこでじゃあ YouTube 用にじゃあユニット名でも決めようかってなって、ゴキンズっていうのが結成されました。高橋愛ちゃんがモーニング娘。の第5期メンバーっていうのと、まあ、ご機嫌に楽しく踊ろうっていうのをくっつけて私がネーミングしました。主に高橋愛ちゃんの YouTube に上げる用の、まあ、ダンス踊ってみた動画、モーニング娘。の踊ってみた動画を撮っていて、
はい、それがあいちゃんの YouTube に上がってるのでぜひ見てください。あともう一つが K-POP の TWICE がまあ好きになって、で周りでもこうダンス経験者とか K-POP 好きな子たちがいて、でその一人と近藤太郎っていう子がいるんですけど、太郎ちゃんが声をかけてくれて、ワンスっていう TWICE のファンのことをワンスって呼ぶんですけど、そのワンスと TWICE はあの 歌で一度踊りで二度魅了するっていう意味が込められたアイドルグループなんですけど、ワンス私たちは一回でお腹いっぱいにさせようぜっていうあのメッセージを込めたダンスユニットで、それはそこにはモデルちゃんとかさっき富士さんも入ってるし、女優さんとか DJ とかさまざま入っていて、そっちではもう本当にプロの手を借りてヘアメイクも入れて、カメラマンも入れて動画を撮って遊んでます。もう大人になったからできるあのお金もあるし時間もあるっていうので、大人になってからできる青春っていうか部活みたいな感じで半年に1回集まってやってます。お子さんがいらっしゃるっていうことなんですけど、はい、お子さんが生まれてあのちょっと一段落してからなんかあのまた仕事再開されたっていう、子供を妊娠したのがちょうどはるみショールームを立ち上げて、そう立ち上げた年で、まあ、生まれたのが12月の30日で、3月にはあの戻ってきて、一段落してからっていうよりはなんか、まあ、割と前のめりで戻らなきゃっていう感じで戻ったイメージで、まあ、やっぱり会社も立ち上げたばっかりだったし、私がこう出産するっていうことで業界内とか、なんかスタイリストアシスタントちゃん界隈でアルミショールーム今やってないらしいよみたいな話がなんか出てるらしいみたいっていうのを聞いて、あの他のもちろんスタッフに動かしてもらってはいたんですけど、なんかすごい戻らなきゃあのアルミショールーム終わっちゃうかもっていう焦りもあって3ヶ月で戻りましたね。それからはこう会社の営業時間とかも少し変えて5時にもう終了っていう形で、最初のうちはやっぱりスタイリストさんとかピックアップにいらっしゃるロケバスさんとかにご迷惑をおかけしたりとかご協力してもらって、本当にもう皆さんに育ててもらったっていう感じがすごいあります。ショールームとして今、まあ、実際に進めてるのがショールームとしての SNS だったりこうチャンネルを増やしていくっていうことを頑張っていて、まあ、インスタグラムはそうなんですけど YouTube も解説しましたし、ちょっと これからのデジタルの PR に関してはもう今急ピッチで対策というかいろいろ見てるところで、動画の編集とかアップとかも積極的にやっていきたいですし、違うチャンネル雑誌とかウェブ媒体以外のチャンネルを使った PR の仕方っていうのもいろいろ獲得していきたいなと思っているので、その辺のリサーチをしたり試してみているところです。けどこうデジタルショールームみたいなことをやるつもりはなくて、すごくリクエストは多いんですけど、やっぱりこうデジタルショールームをやるんだったら私がやらなくてもいいかなって思うので、 PR 私とかうちのスタッフが渋谷のチャーリーズエンジェルって呼んでるんですけど、その3人がいてブランドさんと媒体の間に立って、このブランドのこのアイテムはこうだから御社にいいんですよとかこの企画に合いますよっていう、やっぱりこう直接人が話をして伝えていく、私たちのフィルターを通して伝えていくっていうショールームでもありたいなと思うので、私たちスタッフがみんなで話し合って少数制でやってるので、何かを判断するのも早いし、
じゃあこれやろうって言ったらその日にやれる、そういうなんかこうフットワークの軽さとか人がいることの良さっていうのをより強く打ち出していきたいなと思います。自分だけじゃない人の人生を背負ってるっていうプレッシャーとか責任感はものすごくあるので、みんながこう幸せで働けたらいいなっていう感じです。でこれが私のカバンの中身でした。趣味でやっているダンスユニットのご機嫌図の活動についてとか、ワンスのダンス活動とか、私個人の活動、もちろん会社の YouTube とか Instagram のリンクも概要欄に貼っていただいてますので、ぜひ全部見てください。そして私のインスタをフォローしてください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。